セリーブ巨人、中日、2024年8月25日東京 D。パリ五輪体操男子団体で金メダルを獲得した岡慎之介、20イコール特集会、と杉野正隆、25イコール特集会、が25日、巨人、中日、東京 D、のセレモニアルピッチに登場。岡が、構えたミッドト喉真ん中に見事なノーバウンド、着地、 お決め大歓声を浴びた。写真、巨、中、支給式を行うパリゴリン体操金メダルの丘、撮影、西川雄介。所属する特集会の、社員番号、レアルセバン、57、の巨人ホームユニフォームを北岡がマウンドに上がり、同じく、53、おしょった杉野は佐々木俊介から借りたというバットを手に右バッターボックスに。参冠投手、2、 黄金バッターという超豪華なセレモニアルピッチに試合前から東京 D は熱気に包まれた。また巨人ファンにとっては嬉しい、新之助コラボ。二人が登場するとどよめきと歓声で東京 D 内は騒然。他の美しい軌道のストライク投球に、新之助コールが鳴り響き、ベンチからは新之助監督が笑顔で拍手を送った。 ど真ん中に投げ込んだ丘は右腕を何度も突き上げ喜びを爆発。バッターボックスでは杉野が丘の見事なピッチングに目を丸くしながら両腕を上げガッツポーズで成功を喜んだ。地球式を追え丘は緊張やばいですね。足がめちゃくちゃ震えています。普段やったことないことをしたんで不安でしょうがなかったです。とゴロンの金メダリストも苦笑い。杉野も 僕も本当に球場入った瞬間、見渡す限り満員のお客さんばっかりで、その中でバッターボックスでスイングするっていうのがすごい貴重な経験で、ちょっと声が震えてるんですけど、それぐらい緊張しました、と素直な感想を口にした。しかし、点数を聞かれた丘は9割ぐらいです。練習もしてきたので成果は出たんじゃないかと、と満足げにトレードマークの明るい笑顔を見せた。 名前の由来ともなった安倍監督と試合前に初対面。本当にスーパースターになってほしいって名前を付けられて、本当に自分もそうなれたし、安倍監督もそうだったんで、それをもっと超えていきたい、と感激した様子の丘。実際に会って、もう最初は言葉出なかった。すごいやつ、緊張で喋られなかった、と笑い、一緒にいた父も、喋られていなかった、と明かした。